スキューブ始まるよ。最後まで見てね。おはようございます、ボスです。今日はね、なんとじゃがじゃん、ボス君ね、あのフェラリアのね駐車、電話してみたら、体重とかねいろいろあって、いくらやったかな、3万5000円やったかな、やったかなボス、なんかねそれぐらいだったんですよね。ほんで3万5000円ぐらいやって、とてもね高いので、もっとねいいとこあるよと、おすすめ、いただきまして、ボス君ねおやつタイプになるのかな、それのねフィラリアの、1年分今日はね、検査してもらいに行きたいと思いますな。ボスこれでまた1年安心やな。よしおやつタイプなので、ボス君ねそんな注射は嫌いではないんですよね。刺さってるか刺さってないか、分からないような感じなんですが、おやつタイプだとねボス君もご飯に混ぜて、嬉しいと思いますな。ボスよし、みんなね今結構、狂犬病とかねもうボス君してあるんですが、フェラリアだけねもう行かなあかんねんな。ボスなんかもうでかかったな、なんかほんでね、今から行ってみたいと思います。ボス君イエーイワープチュワワープ。いやーボス、よしよしよし、今ね、フィラリアの、あれ行って帰ってきたんですが、すっごいワンちゃんがいっぱいで、撮影どころではありませんでした。よしよしよし、ボスシーワッシー、よしステイ。今回行ったのはねこの動物病院とかではなくて、そのホームセンターとかにね、1年に1回来るような感じで、テント立ててね、注射とかフィラリアのお薬、体重測ったりとかね、先生にしてもらうんですが、いつも通ってる病院だと3万5000円だったのが、1万2800円かな、で済みました。あボス、他にもねワンちゃんが何十匹って来てね、グレートピリネーズもねいたんですが、ボス君の方が大きかったです。やったーよしよし、ちょっと待って手袋取るわな。ボスあーちょっと待って、うわよしよし、ちょっと手袋取らして、はいこっちょっとでいいよ、はいはい、しーわボスしーし、はいはいはい、嬉しいな、はい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 、嬉しい嬉しい、よしよし。ほんでね、なんかもういろんなワンちゃんがいっぱいいて、ちっちゃいワンちゃんから大きいワンちゃん、本当にね、たくさんいたんですよね。なあ、ボス。ほんで、ついてね、みんなもね、ワンちゃん連れて、並んでるんですが、ボスくんね、ひときわでかいです。っていうかね、僕が行った時間帯で、1時間半、とかぐらいいたのかな、1時間半ぐらい、そこでね並んだり、お薬もらったりとかしてたんですが、その間ねいた中でボス君一番でかいです。その後のねことはちょっとどんなワンちゃん来たかわからないんですが、ボス君一番でかくて、すごくね目立っていました。よしよしね、ボス嬉しいな、ほんとね、なんていうか人気者っていうのか、このひときわ目立つというのか、まあただ大きいだけなんですがね大きいだけで目立ってしまうんですよね。で、何歳なのとか聞かれて、なあボス幸せやなボス、よしよし、いっぱいいろんなワンちゃんと触れ合って、最初ね僕もちょっと緊張したんですよね。ワンちゃんいっぱいいるところにボス君、行ったことなくて、ドッグランとかは行ってもねいつも誰もいなくて一人とかね、あとは茶太郎くんとかそんなんなんですが、いろんなワンちゃん、初めて出会うワンちゃんもいたし、出会ったことのあるワンちゃんもいたり、いっぱいでした。嬉しいなボス、ボスくんかわいいな、アイドルやな、なあボスくん、よし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 
本当はね、ほんまに動画撮ったりね、その話してる時の会話やボス君の様子などね撮りたいんですよね。でもね、ちょっともう結構興奮してるワンちゃんもいたし、このなんていうかな、なかなかね、どこまで他のワンちゃんや、他のね飼い主さんを映していいのかとかね、その辺ね僕あんまり詳しくないので、なるべくね映さないようにはしてるんですよね。ねボス、ちょっとなんか耳の上剥げてない？ちょっと見してみ。なんか耳の上剥げてますよねボス。なんで？あれ？耳掃除でこれ。ボス見して。耳掃除で鳴ったの？ちょっと見して。なんか耳の上剥げてますよね。今気づいた。なんでやボス。剥げた？よしよしよし。まあね、行く前にね、ちょうどね家で撮影して、帰ってきて家で撮影して、全然ね出かけてる動画ないんですが、まあねこんなことがあったよという、報告になるのかな。はいはい、嬉しいなボス。よしよしな、ボスかわいいな。ちょっとねボス君、テンション上がったりとかね、まあ落ち着いてはいたんですが、時々ねテンション上がってました。ボスタッチは、タッチ、ああ、もう座んの、よしよし、ダウン、よいしょよいしょ、よしよしよし、一緒にね寝転んだり座ったりするとね最高ですよね。幸せですよね、愛犬と寝転んで座って、寝転んで座ってな、それ腹筋やんってな。よしよし、お腹ちょっと、お腹さもっと綺麗にしない、ほらほら手を食べんといてボス、ほらお手手を食べんといて、よしよしよし、まだまだね甘えん坊ボス君です、これからもねよろしくお願いします。あボス、今からなパパ走ってな、ボスから逃げ出して追いかけてきてな、まあ、まだやね、まだやね、まだ何も言ってないよ、まだちょっと待って、まだ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 何も言ってない、まだ何も言ってない、ちょっとやめて、ちょっと下がれ下がれ下がれ、よいしょよいしょ、ボスに食べられる、よいしょ、はいはい、こんな感じで、ちょっと軍手欲しいやろ、よいしょよいしょ、足で挟むぞ、よいしょ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 、熱い、ああ疲れてきた、こうやってね足で挟むんですよ、こうやってよいしょ、ガブ、こんな感じで、わーおー、ああやばいやばいやばい、携帯がちょっとボス見てて、よいしょ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 、ふう、捕まえてみろ、はい、よし、はいはいはい、落ち着け、はい、シーはシーボス、はいボス、ボス、シーは、シー。ボス、シー。どうですか？タッチ。はい、ダウン。ボス、ダウン。よし。あんなにね、テンション上がって、めっちゃね、急にテンション上がって。まあね、あの時に、低い声でね、言うこと聞かすこともできます。で、あのままね僕もじゃれて食べられるとか言いながらね、ボス君のテンション上げることもできます。でテンション上がってる時からこうやってねクールダウンさせるんですよね。ここで言うこと聞くか聞かないか、これ大きい差ですよね。ボス君ちゃんと言うこと聞きます。これで言うこと聞かないとしつこく続けるワンちゃんいますな。シャタロウくん、ハイテンション止まりません。よしよし、またシャタロウくんとか遊びに行こう、ボス。よしよし、ボスくん行こう行こう、見てくださいこのドレッドヘア、イエーイ、さあボスみんなにバイバイしよう、あれ、タッチは、あれ、こっち来い、行くぞ、ほんじゃ隠れんぞ、バイバイ、あれ来ない、上から見てた。
ボス、ボス、怖い、ボス怖い。今ね、ボス君来る思ってずっとこうやって隠れて見てたんですよね、この壁のこっから。じゃあね、ボス君上にいました。僕よりね、上手でしたね。よしよし、はい、みんなにバイバイのうちは、バイバイ、チュー。よろしくお願いします。